こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品が動かないと返品請求されました。返品に応じたくない場合、どうしたら良いでしょうかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生から質問がありましたので、まあ、説明、回答ですね、させていただきます。えー、この場合、私もそうなんですが、 例えばカメラですと購入者の方がレンズの取り付けミス等も行い起こしますので、えっと、動かない場合がありますで一番良い方法は購入者に新しい同じ商品を送るかまたは一度商品を返品してもらい専門店で確実に動くかどうか確認するのが一番良いかと思いますそれと 購入者の方へ、まあ嫌がらせ購入で返品する方も多いかと思いますので、そういった場合はですは、ねまあえー、メルカリの規約違反になりますので、まあ商品が壊れてなくて、返品してどういうことですかっていうことをメルカリにきっちり連絡するのも一つの手かと思います。はい。そうしますと返品に応じる場合が、 なくなるかと思いますので、ぜひ試していただければいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒーマリアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、0ンバ売コミュニティ始まりました。LINE 登録後、0ンバ売コミュニティに参加したいとメッセージをください。よろしくお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE や登録に連絡をお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。